ズハンサギスゲエリアフォーレムグラスイルは、カヤツリグサカの植物の一つ。ワタスゲの仲間で、同じように穂が、綿毛状になるが、コボが単独でなく一つの家系から数個つく。ワタスゲと同様に寒冷な湿地に出現して、独特の景観を演出するものであるが、知名度では遥かに劣る。この種との関係についても述べる。まとまった株を作らず、まばらに出る。 湿地性の多年生草本。地下茎は横に生い、長く保福枝を伸ばし、大きな株を作らない。草丈は、花茎が高さ20から50センチメートルで、根室用はそれより長く伸びることがある。葉は細くて長く、幅2から3ミリメートルほど。木部の鞘は、黒か四色に色づく。花は6から10月。花茎は細くてやや柔らかく、断面は、 二分三両型となっている。家計の途中には一から二の節があって形容がつく。形容は、基部が鞘となり、先端の養診は、指針状で短くなっている。家計の先端からは二から五個の小ボが出る。小ボには、輪辺型数ら線状に並び、花の時期には、長さ5から10ミリメートルの長大円型を成して基部に、柄があり、柄には短い毛が生えている。 コボは鼻きには開白色に見える。コボの輪片は膜状で淡かい黒色、細かな脈があり、先端は鈍く尖る。また輪郭は筆形となっている。中等は3個。輪片内には多数の糸状の花皮片があり、これは鼻きの後に長く伸び 2cm に達して輪片から大きくはみ出すと、コボ全体としては綿毛の束のようになり、 その外形は東蘭型になる。痩せは強調楕円型で、長さ3から3.5ミ、mm、リメートル、断面は三両型をしている。和名は白い綿毛に包まれたコボを、白鷺の姿に見立てたものである。小山町、綿毛は白い綿毛の塊になったコボが、殻の先端に2から5個ついている姿を、白鷺が群れをなして飛ぶ姿に見立てたもの、としている。ちなみにこの和名と学名が、 綿たと入れ替わった事例があったとして、さたけた、双本愛単子用植物にはその旨の注意が書いて、ある。これはどうやら、初期の牧野図鑑のことであるらしく、牧野の昭和15年の図鑑で詐欺すの和名の下で、綿たの学名と綿たの図及び解説を示してある。そこにはこの名が、松村つとむさんの明治28年の著書、改正造法植物名誉に掲載されたと記してある。 さらにこの書では、ワセ・ワタスゲという別名も取り上げており、ワタスゲより早くに熟することによるという。日本では、近畿地方以北の本州と北海道に知られ、国外では、朝鮮半島からユーラシア、北アメリカと、集客的に広く分布する。ワタスゲの分布は、日本国内では、中部地方以北となっており、本州の方がより南にも分布がある。 ただしそれらはごく限られた少数箇所の生育地に限られており、例えば近畿地方ではその生育地は合計9箇所しかなく、氷河時代の遺跡種といった位置づけと考えられている。高層出現の出地や湿地に生える。大橋田海底審判日本の野生植物1には本種の生育地について湿地とのみしており、渡す根では水苔湿地と記してあり、本種が 必ずしも構想出現のみに出現するものではないことを示唆していると考察される。日本では、同族のものでは、渡すゲイビジャイネットムが特に有名であるが、本種と異なり、家計の上にこぼが一つしかつかないことから容易に区別できる。また、渡すゲがまとまった株を作るのに対して、本種は補福形を伸ばし、間を置いて、茎が出る点でも大きく異なる。 同様に綿毛を備えるものには、エゾワタスゲイ、シュセリーバリエーション、テニーフォーリアムや、別族であるがヒメワタスゲトライヒャフォレムアルプイナムがあるが、いずれも、コボは単独に生じる。競技には、日本産の本種をアシュイー、グラスイルサブスプ、カーキャナムとする。現実的な利害はないようである。山野層として栽培されることはある。栽培の上では、より、 有利な点もあり、綿菅は株がまとまるために育ちすぎると凝り固まり、分けるには刃物が必要になるが、本種はその点、補福形を出すので、分けるのが容易だという。他方で寒冷地の出現においてその白い綿毛が干渉価値を認められている。ただしその点では、綿菅の方がはるかに有名である。例えば山戸渓谷社編、花の百名山登山ガイドは、 北日本の花の美しい山についての案内の書だが、高原湿地も多く含まれており、渡すげは何度もその名が上がり、写真も繰り返し出てくる。それに対して、本種について触れた場所は、全くない。これは、ある程度仕方のないことともいえ、面の塊になる子房そのものも渡すげではほぼ休憩で、3から4センチメートルほどの大きさとなり、これは、本種の東乱型で、 長さ約2センチメートルよりかなり大きく、本州ではこぼが複数つくにしてもまとめたところで、渡すげの綿毛の大きさには達せず、目立ち具合は綿すげの方が上である。また、いずれも、本州では高原の湿地に散するもので、両者同時に生育している場所も多くあるが、比較すればやはり綿すげが目立つ。観光案内などでも本州についての言及のある場合も渡すげが綺麗。 でも、こんなのもあるよという扱いに終始しており、要するに、本州は渡すげに対して、完全に、介護官、という扱いである。しかし本州は渡すげよりやや低標高の地や、より西南地域にも出現し、つまり渡すげが存在せず、本種のみ見られる場所がある。例えば、奈良県のソニ高原は、本州が、見どころということで、名前が上がってくる。 環境省のレッドデータブックには取り上げられていない。県別では、秋田県から島根県にわたる17の県で指定があり、また、東京都では野生絶滅とされている。東海から近畿、それに島根県は南限分布域のものと思われる。やはり出現に賛するものであることから、開発などによる生育地の減少が大きな理由となっている。 果実の時期以外は全く目立たないことも、その生育地の確認や保護を難しくしているとの声も、ある。ちなみに渡すげも環境省のレッドデータブックに取り上げられていないが、同時に都道府県別でも指定がない。詐欺すげの場合、主要分布地よりかなり南西にまで生育地が点在しており、これが指定の対象になっている部分があるが、渡すげでは、このような例がないようだ。 蒸気のソニ高原のような例があるのも、このことにもよっているのであろう。ありがとうございます。